久保さんタイピングにしましょうかあのタイピングって僕あの大学生の時にあのブラインドタッチやってる人がすげえかっこよく見,て見えたんですよねまあ大学ぐらいからそのコンピューター室で、まあ、パソコンがちょっとまあ市民にこう入ってきたみたいなまあまだフロッピーの時代でしたけどでなんかブラインドタッチできる人なんかできる人かっこいいなあ思ったんですけど で僕はあの大学の時に大学4年の時かなあの、うん、パソコンでそのあれを買いましてあのなんだあの、うん、徳だか徳だっていうそのソースネクストさんが出してるやつ買ってやってたんですよ最初こう全然動かないですよねこの小指とか小指とか全然動かないうんきついきついみたいしかも使ったことがない筋肉ですよね でもひたすらやったんですよ。ひたすら。その結果、ブラインドタッチできるようになりましたね。ブラインドタッチはね。まあ、何が言いたいのかっていうと、あの必勝法はいろいろあるんだけどもん、その必勝法を探す、探して見つかればいいけど、あの見つかんなかった場合、どっちのうさぎと神かの理論にも精通するんですけども、まあ、地道にやってた方が結局は物になるっていう,う法則の方が、 割合高いいんじゃないかなかと思うんですよ、ね、うん,なんかまあネット上にいろんな情報あふれてるし、まあ、いろんな,なんかキャッチコピーもあふれてるしだけど、まあ、僕も久保さんもそうですけどあの派手に見せてるところもあったりとかね、まあ、最近はあんまり派手にねあれ見せてない部分はありますけど <laughs> これさっきね僕ねあの久保さんあの久しぶりに「イリュージョン3」昔やったじゃないですかで「イリュージョン3」のプロモーション PV を見たんですけど あのだいぶ派手でしたね <laughs> で。しかも久保さんめっちゃ若いみたいなんで。<laughs> 全然若かったですねそ<う>あ。そう。で、今度、WBC 優,優勝したじゃないですか。なんで、優勝記念キャンペーンで何の商品出そうかなと思ってすげえ悩んでたんですよ。すぐキャンペーンだっつって、今日ちょっと準備してたんですけど、何出そうかなみたいな。で、あ、そうだと。 あれだそうっつってね <laughs>。久保さんと前やったあの熱海っすよね。熱海のカレーうまかったな。なんか飯うまかったですよね。その熱海合宿のコンテンツあったなみたいな <laughs>。<その笑>熱海合宿ちょっと売ろうかなと思ってますね、はい。明日からちょっとまたもうセールス始まります。そう。いってらっしゃい。